どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこれです。今回なんですけども、転生進化したコマさん使っていこうと思います。はい、バインドスキブ封印2つ指延長プラス7強4つ無効感と、まあ、火力自体もですね、ノーチャラスメのパーティーにおいては悪くない火力を出してくれるんですけど、コマさんの強いところとしましては、スキルですね、4ターンダメージを軽減、4ターンサブの攻撃力が2倍という感じでですね、スキルがなんと4ターン軽減に4ターンサブの攻撃力2倍持ってるんですよね。で、これが6ターンで打てるんで、35% 軽減4ターン貼れたら、まあ、言うてループできんくても全然使いこなせると。特にね、コマさん自体が軽く出せるので、今までハロウィンチャコルとか無理やり入れてたことが多いんですよ、ノーチャラスで。ただ、今回これついにですね、軽減として優秀なキャラが実装されたって感じになってます。で、地味にこのサブの攻撃力2倍はおまけ程度についてるんですけど、これめちゃめちゃ強くて、やっぱりね、ノーチラスとかで火力欲しい場面ってよくあるんですけど、そういう時にこのスキル打ってあげると、サブ4体でガッツリ火力出せるんで、めちゃめちゃ強いキャラになってます。今日はですね、こちらの転生進化したコマさんをサブで使っていこうと思います。はい、パーティーはこんな感じです。まずはメノはですね、遅延4に光軽減プラス、そして弱虫ペダルの単行本一貫ですね。はい、温度坂道武器つけてあげてます。そして、竜巻ですね、7強に上限解放、そして4連ガチドラ継承です。はい。で、コマさん7強に上限解放に、これチェンジじゃなくて神キラーでお願いします。上限解放と神キラーで会話継承です。そしてユリシャですね、10コンボ強化に上限解放、そして天津継承です。そして竜巻ですね、創作家体制に上限解放、そしてボロス装備継承って感じになってます。で、フェレンドノーチャラス、遅延4に神キラーで猪之助継承です。組めない人安心してください。組ませる気がありません、この編成は。コマさんがね、サブの攻撃力2倍ということで、とにかく火力の出るサブで染めています。はい。まあ、どんぐらいこのパーティー強いかね、実際に使っていこうと思います。行きましょう。はい、ということで、1階層からやっていこうと思います。行きましょう。まずは1階層ですね。とりあえず、アマツ打ってあげて、海馬打ってあげて、スキルダメしていきます。はい。まあ、序盤はね、ノーチェラスと、メノは変身したいんで、はい、これで、2ターン耐久してからノーチェラス変身。そして、ボロス武器打って、メノは打ってあげて変身ですね。で、からの1ターン軽減と回復で耐久。で、ノーチェラス変身で突破していきます。序盤はもうね、テンペレのスキルの流れで、ノーチェラスのスキル貯めることが可能です。はい、この視点でも火力まあまあ高いと思うんだけど、今回ねサブがマジでやばいキャラしかいなくて、全員火力特化なんですよ。そう、一人たりとも火力が低いキャラが入ってないので、とにかくこの編成はもう火力しか出ない編成ですね。ユリシャがですね、もう回復も漏れて、かつ、まあ、火力も出せるんですよ。ということは、ケスのドロップ覚醒無効対策に、普通に竜巻使えるので、もうめちゃめちゃ強くなってるんですよね、今の貴族性って。まあ、はっきり言って竜巻1体とユリシャ1体で、もう火力自体はかなり変わるので、この2人本当に強いですね。まあ、ユリシャはね、ゲットする難易度がめちゃめちゃ高いので、越頂チャレンジとかね、多次元の越頂でしか入手ができないんで、やっぱ未だにレアキャラではありますが、まあ言ってもコンテありもこの前あったんでね、もう持ってる人も増えてきてるのかなとは思います。はい、で3階層コマさんからの4連からの、さあ火力こんな感じです。サブの攻撃力がね2倍になってますので、15億10億30億くらいでったかな今。まあもう基本的にずっと火力化け物なんで、もうなんか安心してほしいです。逆に安心してほしい、もう一生火力化け物です。はい、当然3階層でね、左右消してから突破とかっていう概念は存在しません。もう普通に、コマさんと4連打って突破で OK です。はい。で、このままここも全力コンボで倒していきます。アシスト無効状態でもこの火力ということはですね、なんと5階層も、もう3ターン待って突破して OK です。はい。普通のノーチャラ先生って、ここ3ターン待った後に、まあ激減スキルとか使ってあげて耐久することが多いんですが、もう今回の編成の場合って、まあ、竜巻の火力もありますし、もうシンプルにこの編成自体が火力高いので、こんな感じでぶっ倒すことができます。はい。わざわざスキルための必要とかも一切ありません。これで倒していきます。で、続きまして、6階層ですね。6階層は2パンすれば OK です。はい。一応ここね、突破時にノーチェラス使用で突破できればめっちゃいい。ノーチェラス使用してから突破する方が絶対にいいですね。次の階層どっちが来てもキドロップ大量に欲しいんで、できればノーチェラス使って突破したいです。今回みたいにね、メノア使って突破しちゃった場合は、
まあちょっとめんどくさいかなぐらいの感じです。はい。まあ別に、まあ別にって感じだけどね。はい、これで全力コンボで倒していきましょう。メノア使って突破しちゃうと、水花火も返せないし、アストレアの、2列かな ?2 列ルーレットに関しても意外と生成できなかったりするんで、できればメノアを残した方がいいっちゃいいかなって感じです。が、今回はもう仕方ないんで、ノーチラスとユリシャ打ってあげて、無効化組んでいきます。ユリシャはね、残せるといいかなぐらいの感じですが、別に残さなくても問題はないですね。残せるとメリットとしては、一応オロチが安定感増えるかなぐらいですね。はい、で、ここは無効化10コンボ組んであげて突破していきます。はい、これで倒していきましょう。もう本当に火力がね、バカみたいに高いんですよね。究極竜巻以外は、全員無効化対応してるので、まあ、最高で、いや、てか最低でも160億くらい出てて、まあ、大抵200億くらいは無効化火力出ますね。はい。ここも全力コンボして倒していきます。で、当然、無効化火力除けば、この編成はマックスで多分260、70ぐらいは出せるかなって感じです。マックスでね。はい。で、ここ13コンボ組んで、こんな感じで削っていきます。まあ、今のでも、全員乾燥してるんで、種属性はね。最低でも210億くらいは出てますね。で、ここももちろんね、ワンパン可能なんですが、今回ちょっとね、スキル試したかったんで、まあ、一応ね、一旦待ってから突破していきます。これね、別にどっちでもいいです、本当に。もうワンパンしちゃっても問題ないんですけど、一応万が一敵キャラの引きが良くって、ノンストップ突破しちゃった場合は、コマ3継承の会話がたまんなかったりするんですよね。まあ、例えば次の階層ブリトラ引いて、で、まあ11階層キー引くみたいな。もうほぼほぼ全部ね、簡単に突破していった場合、会話たまんなかったりするんで、ちょっと今回あえて半分まで持っていってあげて、ブレンド伊之助からの大野田坂導きの3ターンヘイスト入れて駒さんのアシスト貯めます。これでも会話すぐ貯まるんで安心ですね。はい。で、あとはこのまま突破していきましょう。まあこうね、ヌトが来た場合に関してはあえてスキル貯めするのとかもありですね。普通に万が一できてなくても別にね、無理に突破していかない限りは問題ありません。全部ワンパンしていきたい場合はヌト引いた時はちょっとスキル貯めとかしておけるとなおよしって感じかな。で、10階層、ここ必ずね、進化前竜巻打てるようにしといてあげてください。インドラは竜巻打って、6階上プラス、キー6個生成で、このように削っていきます。はい。ここも本当は落ち込み来てほしかったんだけど、4コンボ加算残ってたんで、このまま削っていきます。はい。これもやっぱヌトでスキル貯めておいたおかげですね。はい。で、これ残り1まで待ってあげて、こっから持っていきます。はい。普通の編成ならちょっと削っておこうかな、みたいなのあると思うんですけど、もうこの編成の場合は、木の3列組んであげると、火力がこんな感じですと。駒さんなくても9億、11億、24億ですね、副属性が。当然、主属性はね、まああれなんで、見る必要もないんですが。竜巻進化前が9億5000万、駒さんが11億。まあ、そもそも竜巻進化後の火力は本当にやばいので、もう火力でどうにでもなりますね。でも、竜巻進化前と駒さんとか、基本無効換前提の火力してるのにこれだからやばいんだよね。はい。で、ここに関しては、ユリシャ打ってあげて、指延長して、あとは列組んで突破していきます。2列で十分突破ライン入ると思います。こいつそんな硬くないんで。で、光の場合に関しては、無効換組みながら倒していってください。まあ、何度も言いますが、この編成無効換火力かなり高いので、削りきれないなんてことはないと思います。はい。で、続きまして、12階層ですね。はい、もうは普通に殴っていけば OK で、半分時、竜巻、進化前、打てるようにしといてあげてください。6解除するようですね。火力、どうだろうな。多分ね、半分は 100% いくんですけど、どんぐらい削れるかなんだよね。一応、無効換を、まあ、半分時組む必要があるんですけど、余分に削っておけないと突破できなかったりするんですよね。さあ、14コンボ、どんぐらい削れますかと。でもこれは十分だと思います、多分。うん、さすがにこれは倒しきれるでしょう。突破していきましょう。竜巻進化前打ってあげて、ノーチャラス打って倒していきます。さすがにこの HP はね、突破ライン入ってると思うんだよね。なので、列無効貫通組んで倒していきます。はい、これで。列無効貫含む10コンボ。で、竜巻進化後以外全員無効貫火力乗りますので、はい。あ、もうとんでもねえや、マジで。竜巻の進化前42億、42億。なんでもありやん。
本当に竜巻火力枠として何でもありですね。13階層ウルドの場合のみ初手貝ババキ打っても大丈夫です。スケルトベルダンディはひたすら耐久してあげて、賞味ね残り3でいいと思います。スケルトは、まあ、一応ベルダンディは粘れるなら残り2で貝バ打ってあげて削っていきましょう。今回はごめんなさい、スケルトなんで、こんな感じで残り1まで耐久して、はい、であとはノーチェラス打って突破していきましょう。で、僕とんでもないことをしてるんですよ、このタイミングで。実はですね、1体溜まってるキャラがいると思うんですね。そう、そうですね、はい、溜まったらすぐに打ってください。もう説明する必要ないと思います。1体だけ光ってるキャラがいると思うんで、アシスト溜まっちゃうとねめんどくさいんでね、注意してください。で、ここに関してはアシスト溜まってたんですが、闇消せないだったんで命拾いした。光消せないの場合に関してはめちゃめちゃめんどくさいかなって感じ。一応ね、負けることはありません。ただめんどくさいんで、いや、てか負けるかな。賞味厳しいですね。光めちゃめちゃ作られたらかなり厳しいと思うんで、一応なんとかなると思います。はい、一応こいつ3パンできるんで、そう、これ押せるんですよね。ノーチェラス、メノア、プラス竜巻で、ノーチェラスみたいな感じでこれをすれば大丈夫だと思いますけど、まあ、ただね、できれば消せない回復は貯めておいてあげてください。で、ここもしっかりと回復だけ遊びながら殴っていきます。コマさんのおかげでサブの火力ぶち上がってて、このね、プレイの突破率もめちゃめちゃ上がりました。こんな感じ。はい、マジでね、コマさんのおかげでサブの火力ぶち上がってるんで、ここで火力が足りないっていう状況がね、かなり減った。これ今盤面整理してからユリシャ打ってます。はい。ルーレットね、調整してからユリシャ打ちました。カットしたけど。そう、だからね、コマさんめちゃめちゃ強いと思う。コマさんのおかげで安定感増えた場所っていうのはめちゃめちゃあるからね。で、しかもコマさんそもそも4ターン軽減持ってくれてるんで、35% 軽減4ターン打てる上にこのサブエンハンスなんで、使い勝手しかない優秀なキャラですね。はい。で、続きまして、進化前光ミルですね。ここも、まあ、正方形めちゃめちゃ、ごめんなさい、無互換キャラめっちゃいるんで、あんまり気にする必要はありませんが、まあ、一応こいつね、回復目覚め持ってきてるんで、意外と欠損しちゃって、そんな毎ターン無互換組めないんですよね。なので、一発目は、まず絶対半分いかないようにしてあげてください。こんな感じで、削ってあげて、あとはここからノーチャラス打って全力コンボしていってください。まず初手は普通に殴る、その後半分まで持っていきます。はい、この11コンボで半分まで持っていきます。あとはまあ2回ぐらい無交換カメラを倒せるんで、2回ぐらい無交換続くんで突破してください。まあ、竜巻進化前もあればですね、欠損してる場合でもこんな感じで無効管理で組めるんで、まあ負けることは少ないと思います。はい、で残り3ターン盤面整理してから突破していきましょう。しっかりとリズム交換通含む10コンボで倒していきます。これで OK です。はい、続きましてボス光ミルは実はこの編成一番ね輝くんですよね。ちなみに、水ミルに関しては、一発目ユリシャ軽減で、二発目、三発目、コマさん、四発目ユリシャ軽減で突破していきます。かなり単優はあります。で、キミル、光ミルは半分時に軽減スキル打つって考えてもらえれば OK で、で、キミルはね、半分時竜巻打ってください。で、光ミルのね、めんどくさいところって、まあ、行動がうざいっていうのもあるんですけど、半分時にこいつルーレット作ってくるからめっちゃうざいんですよね。ただですね、今回ユリシャ積んでますので、まあ、そもそも欠損時ユリシャ打てるってのもありますし、あとは半分時にですね、万が一キドロップ、盤面荒らされちゃう場合ですね、もうすぐにユリシャ打ってあげれば、ルーレットも消せるんで、めちゃめちゃ楽になると思います。やっぱね、ルーレット消せるのはめっちゃでかいですね、スキルで。スキルで消せるからね。超楽ちんですね。はい、ここも12コンボ打って殴っていきます。もう本当にこの編成火力が高いので、もうひたすら殴っていけば OK ですね。
で、コマさんは当然サブの火力ぶち上げてくれてる上に、かつ軽減も貼ってくれてるので、もうこのまま半分で大丈夫です。コマさんがガチっつ。はい、ここもコマさんのサブ攻撃力2倍のおかげで、どんぐらいの火力でしょうか。はい。はい、このようにですね、半分まで持っていくことができます。で、半分時ですね。まずは普通に木の列とか組んであげて、回復花火耐久していきます。こんな感じで、木の列組んであげて、まあ、1、3耐久と。まあ、10コンボ組めればよしだけど、あんまり10コンボ組むイメージはいらないかな。まあ、組めればラッキーぐらい。組めなくても大丈夫。で、これでまずは回復花火耐えてあげて、目の輪からの有利者でルーレット消していきます。はい、本来ですね、あと9ターンルーレットが残るところを、有利者のスキルで消すことができると。めちゃめちゃ強いですね。さらにですね、ここ無効貫必要だったんですけど、ルーレット消してるので余裕を持って無効貫通も組んでいきます。はい、本来あのルーレットがある時って無効貫通はほぼ捨てになるんですが、ユリシャで消してあげることによって無効貫対応もできます。はい、であとはここのオチラス打ってあげてコンボしていきましょう。76番目にしてくれたんで、もう思いっきり殴りましょう。でですね、昨日のアップデートでですね、神秘の次元は発狂ラインが全て 3% になりました。はい、今までの発狂ラインと変わりましたので、そこまで発狂の意識持たなくても問題なくなりましたね。まあ、なおさらこれで発狂服とは絶対ないけどね。一応発狂ラインかなり緩くなってます。最後目の輪と竜巻打って、はい、駒さん打ってから竜巻打ってあげて、あとは突破していきましょう。いきます、レッツと、いや、これ3列か、もしかして3列盤面なら3列でいい。あ、3列ですね。はい、もうこれで、しっかりと3列組み切ってあげて、さあ、火力、どんなもん？はい、42、20、42、強すぎということで、今回はですね、ノーチェラスミノアに、コマさんを入れて使ってみる動画でした。軽減自体も強いんですけど、何よりサブのエンハンスが、パーティーの火力底上げとして、かつですね、突破の安定感も増えるので、ぜひよかったら使ってみてください。ということで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。